皆さんこんにちは、千葉哲也です。今は世界中がコロナに襲われて大変な時代を迎えました。このほんの半年の間に地球上の人類、すべてのものの価値観、生き方、仕事のやり方などがガラッと大きく変わりつつあります。コロナのせいで今年の漫画甲子園は残念ながら中止というか延期になってしまいました。これまで甲子園目指して頑張ってきたペン字の諸君たち、大事な目標がなくなってしまってさぞがっかりしてるでしょうね。わしも君たちのことをここまで頑張ってきた努力や才能を思うと本当に悔しいです。でもね、いつまでもがっかり力を落としていても仕方ありませんよ。この際きっぱりと気持ちを切り替えましょう。君たちは今この大きく変わっていく世界を現実にリアルに目の当たりにしているんだから、絶好のチャンスと捉えるんです。コロナで苦しんでいる人類たち、この人間たちが川を汚し、海を汚し、山を切り開いて木を切り倒して、動物たちがどんどん減っていったり、自然環境が変わってしまったりということが原因じゃないかな。何が原因かな。ね、そういうこともちょっと考えて漫画を創作してください。人類たちが元気になる、何か気がつく漫画を描いてほしいな。人類とは何か、なぜウイルスは何度も何度も繰り返し現れるのか、地球のこと、自然のこと、そういう自然を壊してきたことの関連はないだろうか。いろんなことが見えてきて、それを漫画に書き留めるんです。人類を気がつかせて励ましてあげる、地球を救うような漫画を描いてほしいんです。1コマでもいい、4コマでもいい、短編でもストーリー漫画でも何でも構いません。君の描きやすい方法で挑戦してください。漫画王国土佐はネットなどで今この時代に合った増刊号とかいろいろね、そういう企画を考えてくれているようです。そう、それにね、日本の漫画は世界中の人々が大好きなんです。これまで、君たちが育んできた漫画を描く技と心と力で、コロナで落ち込んでいる世界中の人々に感動と勇気と笑いと元気を送ってあげてください。わしも君たちと一緒に頑張ります。ね、見えるかな？さっき書いたばっかりですけども。頑張れよ。応援してるぞ。